はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、イスラエル宣言を行うをお送りいたします。よろしくお願いします。イスラエル、とうとう宣言しましたね。もう完全に始まりましたということで、これは完全にあの、まあ、後々のね、これ教科書とか歴史書に刻まれるだけで、今は、え、どうなのっていう、ちょっと疑問とか質問のある人が大多数だと思います。 ただ、第5次中東戦争が始まったということですね。これは後々ね、あの、あの、そうだったということになるだけなんですよ。だから、始まった時っていうのは、なんかこんなものなんですよね。わからないんですよ。でも、後から、まあ、3年、5年、10年経って、あ、あの時は、あの日付で始まったんだっていうふうに記されるんですね。まあ、だから今日がそうなりますね。今日がその日付だってことですね。 ただね、こう第あの5次ですから、4回あったんですけど、直近の4回目にちょっと似てますよね。あの10月だったんですよ。あの時ね、1973年、ちょうど50年前の10月6日なんですよ。10月なんですよね。でもその時はね、短くて、10月の23日までで、まあ、停戦合意になったんですね。で、これは、あの、イスラエル側が勝ったんですが、 いやー、激しかったですよ。本当に。あのー、日本はね、あんまりテレビでそういうことをやらないので、その時も新聞ではね、朝日新聞が、やっぱり毎日のように、その現地の情報を伝えてということでやってましたね。あと、まあ、夜ニュースでちょこっと出たぐらいですよね。で、まあ,あ、激しい戦いになってですね、あのまあ、アラブ諸国ですよ。アラブ諸国とイスラエルが、 まあ戦ってということで。で、その時ですよ。やっぱりあのー、アラブ諸国が戦ったので、で、アラブ側がまあ一応停戦って言ってもね、折れた形になって、まあ負けた形になったんですよ。で、イスラエルが領土を拡大したんですけれども、あの、石油がね、やっぱりアラブ側が負けたので、なんかいろいろ問題が起きてですね、揉めて内輪揉めしてですね、すっごい高騰して、石油危機になっちゃったんですよね。 で、日本ではそれが、あの、オイルショックという形で現れて、トイレットペーパーが、なんだろう、あの、石油イコールトイレットペーパーみたいなね、なんかそういう意識がすっごく強かったんですよ、日本人って。で、なんだかわかんないけど、変な噂が流れて、トイレットペーパーがなくなるっていう噂が流れたんですよ。だからもうね、トイレットペーパーをみんな割り先にとスーパーに買いに行って、 本当にトイレットペーパーがなくなっちゃったんですよね。どこ行ってもないんですよ。で、販売が、あの、一袋じゃなくてね、あまりにも足りないので、1ロール。並んで、30分並んで1ロールとかいうね、本当に。いや、1ロールで家族4人でね、トイレットペーパーを、一体何日持つのっていうことになりますよね。でも、それぐらい、まあ、あの、 なんか変な影響が出たってことですね。まあガソリンももちろんちょっと上がったんだけど、トイレットペーパーですね。あの、いや、今はもうなんないと思いますよ。だってよく考えたらトイレットペーパーって木でできてるんですよね。あの木材で。だから、ね、石油、まあ石油も入れてあるんだけど、加工するときにね。だけど石油が主体じゃないので、 トイレットペーパーがそんなに影響するってはないんですけど、今またなるのかなあの石油が、なんかオイルショックだよみたいなニュースが流れたらみんなトイレットペーパーを買いに走るのかな <laughs> わかんないですけど。ねまたなるかもしれないですね。で、あの、その時はイスラエル対アラブということで、まあ、あの、参加したアラブの国々は対イスラエル、イスラエル一国ですよ。じゃあ相手にした国は えー、たくさんあるんですよ。エジプト。まあ、でっかい国ですよ。エジプトね。シリア。イラク。まあ今、イラクはね、あの、アメリカによって、ちょっと問題がいろいろありますけども、まあその当時はね、元気だったので、イラク。ヨルダン。モロッコ。サウジアラビア。スーダン。アルジェリア。リビア。パレスチナ解放機構。クウェート。チェニジア。パキスタン。レバノン。 キューバ。こういった国がね、やっぱりちょっとあのー、まあ、イスラム的なね、まあ、あの、向こう側の中東の国っていう感じじゃないですか。で、ね、まあ、まあ、あの、イスラムだけではなくてね、まあ、いろんな、あのー、宗教ありますけれども、中東もね、まあ、そっち側の国なんですね。イスラエルとはちょっと宗教は違うんでしょうね。で、もう一個あるんですよ。なんと、もう一つのアラブの国が、 今まで全部、まあ、あの、キューバがね、まあ、ちょっとアラブ寄りっていうことで、完全なアラブではないのかもしれないですけども、あの、もう一国はすごいですよ。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮。すごくないですかこの面々のメンスにエジプトとかシリアに混ざって、北朝鮮ですよ。出ましたね。地球の裏側から。ねいやー、すごいと思いますよ。よっ。 ほどイスラエルが嫌なんでしょうね。<laughs> いや、本当に。いや、だけ今回も北朝鮮はちょっと睨みつけてますよね。ほんとイスラエルのことちょっと俺たち出ようかみたいな。いや、あの、金正恩さんのあの、会見、コメント、声明が発表されて見たんですよ。インターネットで。えっと、日本では流れてないのかの北朝鮮民放で流されて、もうそれ見たんですよ。北朝鮮のテレビをね。そしたら、 いやいやいや、待て待て待てと。ね。早まってはいけないよ、皆さんって、世界の皆さんに対してコメントを出してましたね。あの、冷静になって、ちゃんと両者がどういう風な、ね、あの状態なのかを、一方的な情報で判断してはいけませんよって話をしてました。冷静ですね。いいコメントじゃないですかね。いや、本当に。ああ、なんか、ジョンさん、落ち着いてるなと思いながら。だけど、目がね、 あの、やるんだったら俺たち出ましょうかみたいな目してたから <laughs>、やる気だよ、あれ <laughs>。いや、本当いや、俺たちもうやりますよ。声かけてくれればっていう。顔はしてたね。あの、前、前に、前のめりだったから、顔が <laughs>。やばいな、これと思って見てたんですけど、やる気だね。完全に。いや、だってもう絡んでるんだもんだって。過去に。すごくないだってこの中東の国に混ざってだよ。アジアの一国だけ。ね。 北朝鮮が入ってるんですよ。参戦したんですよ。すごくないですか <laughs> こんな遠くから。どっちかって言ったらだって日本の近くじゃないですか。ねえ、日本からわざわざ行くようなもんですよ。同じだもんね。行ったんだよ、これ。行ったん参戦したんだから。いやー、すごい北朝鮮やる気バリバリですよね。今回もちょっと睨みつけるような目つきで声明発表してたんで。 いやいや、こうやる気十分だなと思って見てたんですけど、ちょっとね、第4次の時はね、参戦が短かったんですよ。もうほんとわずかで終わっちゃったの。数えるほどの日数で。もうちょっとやりたかったなっていうことなんじゃないですかね、北朝鮮。今回狙ってるよね。完全にちょっとね、狙ってる感じする、目つきが。危ないよ、本当にね。まあこっち来ないでほしいですけどね、本当に。向こうにね。いやー、だけど、 ま、どっちがいいかってね、戦いは分かんないや、本当のところが分かんないからね、本当のところが分からない、本当に。あの、神様の違いでね、ま、揉めてるんだってのは基本的にあるんでしょう。あるんでしょうけれども、今までのね、やったや、やり返した、やったやり返したっていうのがあまりにも多すぎちゃってね、あそこら辺はね。うん、だから真意の本当にね、あの、みんなが、あの、市民の人たちがね、それぞれの、 どういうふうに思ってるかっていうのは、ちょっとわかんないね、これはね、本当にね。まあ、平和が一番に決まっているんですけどもね、本当に。ね。だから、ちょっと危ない感じしますよね。うん。あのー、これはね、だけど、今は、ね、あのー、イスラエルと、対、あのー、反イスラエルの、まあ、グループみたいな感じでね、 まあ、一対一みたいな、一グループ対一グループみたいな形で、まあ、争いが起きてるじゃないですか。これはね、あの、巻き込んでいくんですよね、どういうわけか。やっぱ、アラブ諸国の国々が、いやいや、今まで我慢してたんだってあるんでしょうね。今回も、やっぱり、だんだん時間が経つとともに、これはね、やっぱ巻き込んでいく気配はありますね。で、巻き込んでいけば行くほど、 ま、さっきのね、あの、全部エジプト、シリア、イラク、ヨルダン、モロッコっていう風に、どんどん出てきちゃうんですよ。まあ、あの、イスラエルに対して、なんかちょっと、やっぱりなんか、感情的にね、何か持っているっていうことなんでしょう。で、最後、北朝鮮出てきちゃうんですよ。北朝鮮出てきちゃう本当に。いやー、怖いね。だけどね、これはね、うん、危ないよ、これはね、本当にね。 だから、これはね、あの、どうしても巻き込んで、あの、騒ぎは大きくなっていきますね。で、まあ、このままね、じゃあどういう方向にどうなるのかっていうのが、まあ、今のところ、誰も見当はつかないんですよ。これは。誰もね。うん、あの、要するに、ひどいことになるのはわかってるんだけど、あの、着地点が今回ないんですよ。要す。停戦、 って言っても、停戦はおそらく、10月中にはもう無理なんですよ。あの、なぜかって言ったらね、この第4次の時よりも、かなり凄まじい勢いで攻撃してるんですよ。あの、攻撃はね、激しいですよ。ちょっと YouTube で出せないぐらい。本当に。あの、もうめちゃくちゃ。あの、昔はね、そんなにミサイルがね、あの、無人機みたいなものとか、ミサイルとか、 そんなに性能がいいものがなかったわけですよ。今、あの、小型で性能のいいね、威力のあるものがいっぱいあるので、それがね、飛び交っちゃって、で、アイアンドームって言って、あの、防衛のシステムがあるんですけど、イスラエルに。アイアンドームは稼働しっぱなしなんだけど、あの、撃ってくる本数が多すぎて、今でもずっと撃ち続けてます。凄まじい、要するにミサイルを持ってるってことですね。 で、それを打ち続けてるので、あの、迎撃しきれない。ね。あのー、もうバンバン、もう信じらんないほどの数を打ち続けてるんですよ。休みなく。で、それがね、落っこち続けて、もう街はね、火の海だね。本当に。あの、燃え上がっちゃってる。あっちこっち。すごい。あの、もう、想像を絶する風景。まあ、びっくりするぐらいですよ。建物はもう、崩れてるし、燃えてるね、とにかく。 あのオレンジになっちゃってるよね、街がね。だから怖いですね、だから一般市民の方が本当に迷惑あの。もう怖くてしょうがないでしょこれはね、音もすごいし、いつ自分の真上にそれが起こってくるかもわからないじゃないですか。だからちょっとあの、やっぱ子供がいたりしたらね、本当、泣きたくなってきちゃいますよ、ねあの。この間までね、学校に行って遊んで帰ってきて、平和な一日を毎日過ごしていたのに、いきなりですよ。 いきなり始まってしまって、あたり一面火の海なんですよ、今ね。だからこれはあの、イスラエル側も、あのパレスチナ側もそうです。両方とも火の海、もうすごいことになってます。で、これはあの、とんでもない、あの、ことをですね。拡大してますよ。これはおそらく周りを、もうどんどん、あの、周りの、おそらくはアラブの国をたくさん巻き込んでいくでしょうね。で、 あの、アラブの国が、いや、うちも、うちも、うちもって言って出てくるということですね。うん、だからちょっとね、10月中には終わらないでしょうね。これはね、もう、もう無理だと思いますね。それはね。そう、だから、これからね、あの、どういうふうになっていくかっていうのは誰もわからないですけれども、あの、争いが激しくなっていくというのは間違いないですね。 あの、どんどん激しくなって、10月中には絶対終わらない。あの、終わるような感じではないです見たけど。あの、全く、手のつけられない状態です、今ね。だから、これからもっと、あの、いろんな、ね、アイテムをイスラエルは投入して、もっと凄まじい、あの、まあ、ことをやるっていうふうに言ってるので、まあ、これは終わらないですね。そうすると、やっぱりパレスチナ側もね、 だったらこっちはもっとこういうものがあるんだっていう、まだあの、使ってないのがあるんで、それが出てきてしまうってことですね。まだいっぱいあるんですよ。今回はね、パルシガーがが側はいっぱい持ってます。信じらんないの武器を。出してきますね。ただのミサイルではないやつをね、打ち込んでくるってことですね。そうするとまたもっとひどくなるじゃないですか。あの、応酬がね、エスカレートしていきますから、だからこれはね、あの、 大きくなりますよね。うん、で、まあ、周りを巻き込んでしまって、やがてエジプトとか周りの国は、まあ、必ずシリアもそうですけど、出てきますね。トルコとかね。出てきます。うんだ、それが出てきたときに、じゃあ、さあ、どうするのか。誰か止めに入るかって言ったら、まあ、止めにはもう入んないでしょうね。だって、あの、火を吹いた方が儲かる国があるんでね。だから、それは、あの、やっぱり激しくなった方が、よしよし、来た来たみたいに、 ちょっと、北西んでる国ってのいっぱいあるんですよ。そうじゃないと儲かんない国ってのあるんでね、実際ね。だからそこの国は、まあもう、ね、間に入るどころか、表面的にはね、あのコメントでそんなようなことを言いますよ。あの、全然心のこもってない言葉でね。<laughs> 本当に。だけど内心は、よし、うちんとこの、あの、アイテムをどれぐらい買うんだいっていうね、営業のことしか考えてないですよ。いやー、これは本当に、ね、危ないですね。 でもね、この、なんか状況はね、非常にまずいんですよ。要するに、バイバイデの国が手いっぱいじゃないですか。あの、要するにね、あの、二つでしょ今。大きいものが。大きい戦い二つなんですよ。で、バイバイデの国、お金がないんで、今お金がなくてね、あとね、あの、軍事的な、軍事用のジェット機とか、輸送機とか、軍艦に使う、 石油があるんですけど、お金がなくて石油が買えなくて、軍事費がないんでね、予算がつけらんないんで、17日分しかないんですよ。劇的に少ないの。びっくりするぐらい。で、17日しか稼働できないんですよ。だ17日間で予算がつけらんないんですね。45日は延長なので、だからこの45日間でもう17日過ぎちゃうので、 あの軍事的行動が一切できなくなるんですよ。あと17日で。何にも。んか支援とかできない。出ていくこともできない。何もできない。そうなると何が起きるかっていうと、今、2つの大きな問題を抱えて、頭痛いわけですね。で、まあ、そこにアイテムが売り込めるかどうかによって、ちょっといいのかなっていうのはあるんだけど、一番の問題は、湾対ですね。要するに中華飯店が こんないいチャンスないんですよ。もう好きだらけ。早い話があの、金庫が見えるところに置いてあって、いつもガードマンでガチガチに固めてあるのに、そのガードマンが誰一人としていなくなってる状態なんですよ。いやいや、もう盗めって言ってるのと同じですよね。そういう状態になるんですよ、ワンタイが。あと17日間で。いや、このチャンスを、 まあ、ミスミス見過ごして、ねえ、いやー、我々はちょっとってなるのか、うん、まあ、ここがチャンスだろう、いくら考えてもって言って行動を起こすのかっていうね、危ない。すんごく。うん、だから10月中に下手したらね、電撃的にワンタイガっていうことになりかねないですよ。もうすでに用意は準備は万端なんでね、その準備が。 もう訓練繰り返してるしね、ずっとね、近くで。いやぶないですね。そうすると、まあ、バイバイでの国は出れないので、どこが出るかっていうと、まあ、中華判定の動きを察知して、まあ、日本がやばいですよね。いや、もう巻き込まれたくないけど、なるのかな、まあ、そんなようなことを言ってたもんね、ずっとね。 ねえ、だってあと石垣島とか宮古島にもう配備してるわけでしょ与那国とかね。それを発射するのかな巻き込まれちゃうよね。一気にね。うん、だからまあ、どうなるのかわかんないですけど、どこまでどういうふうに行動するかね、ちょっとわかんないですけど、危ない。いや、危ないですよ。すごいね。今、危機的な状況にあります。だから日本はね、なんか、なんか平和ボケなんでしょうね。 あのまあ、イスラエルは遠いしね、ちょっとなんだかよくわかんないから、また始まったのか、ええー、って言って、株が上がるかな、下がるかなとかね、ドル円はどっちなんだとか言ってね、何変なこと言ってるんですか、そんなどこじゃないんですよ。ワンタイがですよ、本当に。ワンタイ危ないよ、この隙でね。もう本当にもう、こんなチャンスないぐらいのチャンスですからね、中華ハンーにとっては。手薄手薄。いや、もうここしかないみたいな感じですよ。 100年に1回のチャンスでしょ、これは。これは来るんじゃないかと思いますよ。危ないよね。本当に。だからもうめちゃくちゃになるね、世界はね。本当。ねえ、だからまあ、そうなると、もう貿易だとかね、あの、中東の方の方もおかしくなるから、あの、大きくなるんだね。もうやがてタンカーとか航行できなくなっちゃって止まるんじゃないですかね。だから、 あの、ガソリンは当然ね、今200円ぐらいで、まあ、政府の補助金入ってるからね、165円のとこもあるんだけど、まあ、入ってなかったらもう200円だからね。いや、中東ででも火吹いちゃってるから、前は300円まで行きますよって言ったけど、まあ、500円だね。レギュラーガソリン、リッター税込み500円。行くよね。完全に。あのー、まあ、冗談でも何でもないですよ。本当に。 だから、配服450円ぐらいでしょきっと。あ、危ないね。乗れないね。<laughs> 高すぎてね。リッター400円じゃね。めまいするね。車乗ってたらね。え、だってリッター400円で、そんなにね、ガンガン走んないじゃないですか。1リットル10キロも走ればいい方でしょね、10キロ往復したら800円だもんね。めまいするよね。<laughs> <laughs> いや、めまいするよ。だけど、結構長距離往復してる人とか多いじゃないですか。30キロ、40キロぐらいを毎日ね。そうしたら、まあ、だって30キロだったら、リッター10キロだったら、400円だったら、片道1200円だもんね。往復2400円でしょ毎日。仕事行くのにね。いるよね、そういう人ね。あの、毎日2400円持ち出しだもんね。 きついねいや、これはきついよね家賃を上回っていくんじゃないの <laughs> 本当にね。家のローンとか家賃を上回るよね。いやー、きついと思うよ。いや、なるよ、このまんま。あの、まず、このまんま収まんなかったらなりますね、まあ。収まるはずもないからなるんですよ。いや、だから予想をちょっと情報修正です。300円って言ってましたけど、まあ、おそらくこのまんま、来年の1月ぐらいには、 リッター400円になってるんじゃないかと思いますけど。12月から1月にかけて400円超えるんじゃないですか。いや、きついねいや、ガソリンだけじゃないんですよ。ガソリンで400円超えるけど、早い話は灯油だとかね、冬大変じゃないですか。どんどん高くなる一方で。あとは、まあ、あの、さっきのトイレットペーパーじゃないけど、ティッシュだとか、石油がちょっと混ざってるね、加工の時に混ざってるものっていうのは、すさまじい勢いで上がりますよ。そりゃ。 もう何でも全部。で、ガソリンが上がるから当然送料とかね。まあ、いろんな経費が上がりますよね。びっくりするぐらい世の中の品物という品物の値段が上昇していきますね。急激に。いやいや、このスピードはすごいでしょ。きっと上がるスピードは。だって今までのインフレの上がり方もすごいのに、10月からすごいっていうお話したじゃないですか。ここで、ね、中東が火を吹いたら加速度が違いますよ。 加速の仕方が。これは危ないね。もう生活は崩壊するでしょう。いやーもうほんとみんなの生活がほんと飛んじゃいますよ。飛びます飛びます坂上二郎天国の二郎さん助けてー助けて二郎さん本当にねえ二郎さん語りかけても返事もしないの。ないの <laughs>。いや、ないよ、そりゃ。ないよね。でも二郎さん笑って見てるかもしんないね。 いやいやいや。ねえ、人間ってのはそんなもんでまた、そんなことをまた繰り返してるんだね、みたいにして見てるでしょう、きっと。ね愚かだね、だけどね。まあ、だけど本当生活飛びかねない。いや、ほんに。本当にね、大変なことじゃないですか。いや、大変だと思いますよ。まあねもう石油はガンガンに上がっていくからね。も、ま、う、あ、電気代だって上がっていくだろうし、まあ、ガスだって入れらんなくなってくるかもしれないから、 ね、またあの、ガスが足りない、上がるっていうことで、まあ、プロパンガスも都市ガスもガンガン上がっていくでしょ、これは。いや、生活が大変、本当にね。うん、まあ皆さん、その中でも気合い入れて頑張って生きていかないといけない。生き残んないといけない。生き残りたいじゃないですか。あ、そうだ、コメントにね、皆さんありがとうございます。いろいろコメントをいただきまして。いや、もう私、ここでもう、もういいよっていう人いっぱいいましたけど、やめてくださいよ、ほに。<laughs> なんでそんな弱気なこと言って、もう、 僕とか私、あの、男の人も言いましたけど、いや、もういいよ、十分楽しんで生きたからとか、そういうコメントがあっちこっちに散見されて、いろいろ、あの、見られたんですけど、女性の方も。いやいや、やめてくださいよ、本当怖いな。いやいや、もういいよじゃないですよ。ダメダメダメ。どんなことがあっても、前に前に進んで生き抜くんですよ。何が何でもね。 もうここでいいよとかでもう若いみたいな感じだったからやめてください、二十歳代で。二十歳代でもう十分だってどういうことなのもう化け物みたいに長生きしてください、皆さん。ね。これからですよ。生きてれば楽しいこといっぱいあります。元気であれば何でも楽しくなりますからね。元気で笑顔があれば何でも楽しくなるんですよ。本当と猪木さんじゃないけどね。元気があれば何でもできる。バイ、アントニオ猪木。本当にそう。頑張りましょう。元気は自分次第ですよ。 自分の気持ち次第、心は柔らかく、気持ちは強く、前へ前へ進んでいきましょう。応援してますからね。頑張っていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。